シ橋正幸、キ、橋正幸、マ橋正幸、1935年12月5日から2013年8月24日は、東京都台東区出身のプロ野球選手、監督、野球解説者。おいに、元プロ野球選手、プロ野球コーチの土橋勝幸がいる。現役時代は東映で、主力投手として活躍し、引退後は東映、帰宅ホーム日本ハム。 ヤクルトで、コーチ、監督を務めた。東京、浅草は、雷門の生まれで実家が鮮魚店だった。戦時中は、千葉の幕張に疎開していたが、戦後、東京に戻った、中学生の時、水泳部に所属する傍ら野球と出会ったという、草野球チーム雷門サンダースに所属していた。都立日本橋高校を卒業後、家業の魚屋で働く傍ら、 浅草にあったストリップ劇場、フランス座、現在は浅草フランス座演芸場東洋館に会賞が保有していた軟式野球チームに所属していた。作家の井上久志ともバッテリーを組んでいた。読売新聞が主催する23区の軟式の大会の出場しフランス座は台東区の予選で優勝。高楽園球場で行われた本戦に進出して第一戦。 前年度優勝チームの府中刑務所を破った。1954年秋、東映フライヤーズの入団テストを受ける友人に、冷やかしでついていったところ、友人は、不合格、土橋が合格してしまう。その結果入団、入団3年目の1957年に当格を、表し、同年8月1日の近鉄戦、寒風でプロ初勝利。 1958年5月31日の対、西鉄戦で9連続脱三振の日本対記録、そして沢村栄治の15脱三振を上回る1試合16脱三振の引き録、当時を樹立した。1960年12勝23敗と、開幕前の調整が、うまくいっなった影響で大きく負け越したが、東映で2桁勝ったのも、200イニング以上投げたのも、土橋だけだった。 球団から十二勝二十三敗だから年俸は十パーセントダウンだって言う。冗談じゃない俺が一人で頑張ってんのに何かが十パーセントだ。それで契約しないでいると当時巨人のコーチの川上、鉄司と選手の藤田元から巨人に来ねえかと誘われたという。土橋によるといろんな条件面も言ってくれてね。年俸は東映の倍だって言う。 それは私だってプロだもの。心動きますよ。川上は今日は親父。水原茂は他の用事で来られないと言ってたけど、実は、ソンの時点で、監督が川上に代われるのは決まってたと思うなと、語っている。年が明けて土橋が東映と契約しないでいたら、同年から東映の監督に就任した水原が、巨人の話は断った。俺は東映で、 契約のお金まで口出せる立場になった。だから減報しない。と言われ、東映に残留することになった。1961年には30勝、防御率1.90の成績を残したが、同年に、稲尾和久が42勝、防御率1.69を記録したため両方とも二位に,に終わるなど、タイトルに関しては不運だった。稲尾はドバシについて、スピードは僕よりあった。 細かくコントロールするのではなく甘めでも打つなら打って、見ろとばかりにストライクを投げ込む。と語っている。1962年には17勝と数字を落としたが、リーグ優勝に貢献。一方で3度のさよなら本塁打による敗戦を記録している。阪神タイガースとの日本シリーズでは、全7戦のうち6試合に登板し2勝1敗と、活躍。史上唯一。 種重正幸と共に MVP に2人選ばれた。第1、2戦で連続先発し、いずれも打ち込まれるが、第5戦で高リリーフを見せさよなら勝ち。甲子園球場での第7戦でもリリーフで登板、延長12回1死でマイクソロムコから脱三振、さらにルーキー藤英治を一塁ごろに仕留め、この試合の勝利投手及びシリーズドを上げ投手となっている。 1964年まで7年連続2桁勝利を挙げた。しかし1965年は肩痛もあって4勝。1966年は6月26日に6勝目を挙げるも7月14日の近鉄戦で激痛。右脇腹の筋断裂で全治3ヶ月と診断され以降当番なし。1967年も右手首痛。 両足のアキレス腱痛もあって同年限りで引退した。無四球試合46は歴代4位。ドバは水原について水原は血もない涙もない監督だった。でも監督はそれぐらいじゃないとダメ、優勝できないね。私は結婚して仲ほど水原だったけどシーズン中水原と会話もなかったし一度も褒められたことがないと語っている。 巨人であれだけ実績を残した人が、東映へ来て、また一からチームを把握していったのだからすごいとも、語っていた。東映が、暴れん坊チームと呼ばれたことについては、だって山本に長本、シロラがいただろう。見た目がそうだったんだよ、と笑い飛ばしていた。元同僚の柳忍と仲が良かった。1969年から、東映の二軍投資コーチ。 1970年から1971年まで、東映の一軍投手コーチを務めた。コーチ時代、高橋義正ら五人の選手が門限を破り、戸橋に説教されたがそのうちの一人、松本俊一が、僕ら殴ってください。と言いこれを聞いた高橋は、おいおい。やめろよと思い、戸橋は、無言で、松本を殴る松本は四メートルも吹っ飛び一ヶ月、無打ちに苦しむことになり、 高橋と吉田誠も土橋に殴られた。張本伊沢選手からも恐れて、高橋は江本武則に土橋さんに5、6人ぶっ飛ばされている。5メートルぐらいぶっ飛んだ奴はいくらでもいる。と忠告した。江本は著者の中で最近はやたら科学的なトレーニングが取り入れられているが俺は土橋さんの鬼のような特訓で成長させてもらったと思っている。それに、 ドバシさんは怖い人だけではなく厳しさの中で愛情が感じられ、不思議と反発感情は生まれなかった。これぞ人徳だろう。今日の野球界にドバシさんのような豪快と優しさを兼ね備えた人がいくなったことを本当を寂しく感じる。少なくとも投げられるピッチャー江本に育ってくれたのは東映でありドバシさんだと記している。 1972年から1973年までは、東映、北区の二軍監督を務めていたが、タミヤ・次郎の監督退任を受け同年の、シーズン途中、後期より北区監督を務め、ヘッド剣打撃コーチには、選手兼任で長本が就任た。後期の成績は3位だったが、球団が日本ハムへ身売りしたこともあり退任。ドバシは、日田区で後期から監督になった時は、 やりたくなかったのに説得されてだった。なのに、球団身売りでさよならだからやってられねえよ。その後は、フジテレビ日本放送解説者、1981年オフには、契約1年残して退団した、山内和弘の公認監督として、ロッテオリオンズから監督の要請受けるが断った。1984年から、ヤクルトの一軍投資コーチに就任。 4月27日に監督の竹上志郎が成績不振で休養。4月28日から監督代行となったヘッドコーチの中西太氏も不振と健康問題で休養し5月22日から監督代として指揮を取った。この時点で9勝25敗3分で再開と低迷していた。6月15日から代行から監督に昇格し8月に15勝10敗。 後半戦26勝23敗2分で巻き返し、最終成績は5位で3年連続再開はメンタ。1985年、1986年と2年連続の再開と終わり、ヤクルトの監督を退任した。当時、ヤクルトの選手だった、広沢克美は、野村監督が強いヤクルトを作っていったことは、間違いない。ただ、忘れてはならないのは、その前に、 ドバシ監督がいて、関根監督がいたということ、今思えば、ドバシ監督はいろいろと苦労されていたと思います。78年にリーグ優勝した時の戦力が、ベテランの時期に差し掛かっていることでしたし、起用してもらっている僕もなかなか結果で応じることができていませんでしたね。と語っている。選手権打撃コーチだった、若松務は、栗山秀樹のスイッチヒッターへの転向ドバシに、 進言し、お前に、そう、スイッチに向いていると見えるのならやってみろと了解し、若松は、栗山は、その後、センターに定着して生まれ変わったと語っている。1987年から1991年まで、フジテレビ日本放送解説者、1992年、古巣、日本ハムの監督に就くが、契約を1年残して解任された。刑事によると、 選手の代表、トレーナーやマネージャー、広報や通訳、いろんな裏方がみんな揃って、もう、ダメなんです。土橋監督と選手たちの関係は、修復不可能なぐらいこじれちゃってるです。とこれを聞いた大沢は土橋を解任したと著書に、記している。公認監督は難航し、大沢が自ら就任した。なお、この日本ハム監督時代には退場させられたことがある。 平和団野球場での試合、自軍攻撃時の一塁での判定をめぐって、塁審を両手でついた。当時、日本ハムの選手だった、大島康則は、土橋さんは、本当は、いい人なんですが、その表現が下手というか、選手との距離があった監督さんでした。当時のおとなしい選手たちには合わなかった。打てなかったわけではないのにオールスターが終わったら、いきなりスタメン外され、 プロ野球選手ですから、結果が出ないじゃあ使わないなら、納得するしかありませんがこの時以外でも、納得できないことが多かったんで、メンタル的にだいぶやられました。実際、僕だけじゃなく、若い連中からもかなり不満が出ていましたね。監督は選手に好かれればいいというわけではありませんが、監督の動向は、選手みんながよく見ています。球界の大先輩に失礼かもしれませんが。 僕自身が監督になった時の反面教師にもなりました。と述べている。また、監督時代は対戦相手の胴上げを本拠地で見させられることが多かった。ヤクル時代の1985年半身、1986年広島、日本ハム時代は1992年西部。その後は野球評論家として、 CS を中心に解説者活動をしていたほか、富士テレビ1で放送中のプロ野球ニュースにも出演。プロ野球マスターズリーグの東京ドリームス監督でもあった。並びに、沢村賞の選考委員も務めていた。1990年代前半から2012年まで。2007年からは委員長も。2012年9月に筋縮清即作効果賞の 診断を受け自宅療養を続けていたさなかの2013年8月24日、東京都内の病院にて死去した。死去後の8月27日、東京ヤクルトスワローズと北海道日本ハムファイターズでは、試合前に黙祷を捧げ選手一同が肩に模章をつけてプレーをした。同日ヤクルト対中日ドラゴンズ戦が行われた神宮球場には半旗が掲げられた。 また同日のフジテレビワンで放送されたプロ野球ニュースにおいては冒頭の内容を大幅に変更して土橋と進行がかった解説者、選手、指導者、関根純三、大谷昭彦、平松正さ谷沢圭一、司会、金村義明、遠藤玲子を迎えてツイートコーナーが行われた。軟式野球から公式野球に転校した異色の経歴ながら、 江戸っ子東方と呼ばれる余計な駆け引きをしない、東急スタイルで1960年代のパリーグを代表する AS として君臨した。ヤクルト監督時代には、その江戸っ子風の頑固やじ的な雰囲気が、その当時の下町的な球団イメージと合っていたためか、チーム成績はかんばしくなかったにもかかわらず人気があった。フジテレビ、チンプレイ・コープレーでも別に本人は、 特別に何かをしているわけではないのに、俺が、ドバシだ的なコーナーがあった。江戸っ子のドバシは、日を、死と発音する。プロ野球ニュースの解説をしていた時、広島、カープを、白島と発音した。それをアナウンサーに指摘されると怒ってしまい、ドバシは以後、カープとしか呼ばなくなった。富士テレビ、プロ野球ニュース解説者の谷沢健一とは、犬猿の中。 プロ野球ニュースの軟式野球の試合で、アキレス剣を切った土橋に、谷沢が、酔って階段から落ちて切ったとおちょくったのその始まり。その後番組中でもいろいろあって、2006年、シーズンオフの企画では、遠く内で、土橋に茶々を入れた谷沢に対し、本番中に、土橋が激光している。ただし、2008年には共演している。その後も、2011年12月24日、 放送のプロ野球ニュース2011総まとめスペシャルには臨席で出演し、谷沢が土橋さんに突っ込めるのは僕だけ。との趣旨の発言をしており、仲直りしていたとみられる。2012年のオールスター時のプロ野球ニュースでは谷沢さんとも勝負したかったね。と語っている。プロ野球ニュースで自身の現役時代を振り返った中に、 オールスターまでに20勝を挙げたシーズンがありながら、西宮球場で、ロベルト・バルボンの放った打球を処理した際に負傷した、エピソードを明かしている。フジテレビ系、殿様のフェロモンに出演したことがある。番組はドバシが、ナインティナインを騙すという体で進行し、特に理由もなく、ナインティナインの岡村隆の顔面にパイをぶつけた、直に、岡村を抱えて落としたのは別人。 騙された側の岡村は番組内でドバシと数回呼び捨てにした。ドバシは加害者にもかかわらず腹を立て収録後のエレベーター内でお疲れ様でしたと殺した岡村に怒りおろにしたという岡村曰くてめえこの野郎誰にドバシって言ってんだよ。放送終了後番組スタッフがドバシとその関係者に謝罪するまでに発展した。しかし 野球に疎い岡村は、ラジオ番組、オールナイト日本で呼び捨てしたのはお笑いだから、ドバシは野球が上手かったのか。と、横にいた相方の矢部博之に同調を促した。2009年の書籍、ナインティナインのオールナイト日本ボリューム1の付属 CD で、ナインティナインは、この当時を改装し、岡村は、あれは完全に私が言っていることが間違っていると、 この一件につい謝罪している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。